先週の全般的にってこと？それとも木曜日ってこと？ああ、先週。うん？おはようさん。だからどういうこと？なんでかってね。会話やめるんですか？いいです、覚えてなかったら。だから違う、先週の木曜日ってこと？いや、木曜日じゃなくて、ずっとそんなじゃなくて。ああ、そうだね。洗濯ちゃんおかさん、一番です。おはようさん、あ、今日みやこやりまーす。そうですよ、みやこやりますよ。みやこ島守るくん、守ってください。はい、じゃあ一番、一番一番はダンス。どうしよう、もしあんたん守る。ゆかち、あれやってたの？保育園とか。あんぱ、いや、やってましたよ。ゆかち保育園ってやってました。なんか踊りの種類が多いよね。多いよね。うん。ゆかち保育園。今日は不安でございますか？不安ですか？頑張るか。今日のテーマ言って。今日のテーマはずっと続けていることです。うん、皆さん送ってください。何があるかな。え、でもありません、結構。そんな何十年じゃなくてもね。秋っぽいからよ。ん、秋っぽい。うん。おはようさんのおな、 JJ さん、 NUJ さん、Good morning. Are you awake? You are listening to 76.1 FM Koza. アギア、ぼーっとしてただろ。おはようさん、やけびゆはさん。時刻は8時を回りました。 FM 小座をお聞きの皆さん、おはようございます。8月20日木曜日、マイオアシス、これから2時間生放送をお送りします。沖縄市中央パークアベニュー入り口、国道330号線沿いにあります FM 小田のスタジオから、私ゆかちと、はい、おはようございます。今日も山内とゆかちでお伝えします。お伝え、何をお伝えするんですか、ゆかちさん。うん、情報。声をお伝えします。そうですね、はい、はい、ねえ。今日も朝からグーグーなってます。何がですか？お腹が。お腹が。食べてこないんですか、うん、いつも。黒糖玄米。なんでくる。はい。そうですか、はい。黒糖玄米は何のために？健康のために。はい、うん、うん、いい。なんかサトウキビがいいらしいですよ。うん、山内さんがっつり派ですもんね、朝。あの前日食わないときは、うんうん、そうです、夜。夜食べないんですか？はい。そうじゃないとね、体重キープもできないんですよ。1日2食。うん。本当に体重キープができなくてどんどん太っていくから、うん、夜を抑えるんですよ。意外です。1週間のうち何日か。でもほら、うん、飲みに行ったらもう絶対食べたくなるから、うんうんうん、だから痩せはしないんですよ。そんな感じです。だから朝ね、うん、お腹すくとね、はい、がっつり食えるでしょ、うんうん、それがまた嬉しかったりするんです、うん、楽しいというか、うん、はいね、うん、朝のパワーです。今日は、はい、うん、今日は
そんな感じでいやおいむちゃくちゃだな。この1週間ゆかちさんは1週間ぶりですが、はい、どう過ごしてきましたか。1週間はいろいろあったんですけど、はい、うん、いろいろあった、はい、うん、母が来て、うん、会ったり、はい、うん、孫会があったりしました。お母さんは神戸から、うん、そうです、兵庫からです、うんうん、はい、結構沖縄満喫してますか。もう孫満喫してます何度か来てるの。どっか来てる、沖縄に何度か来てるの。あ、もう何度も来てます。うん、うんうんうん、そうですそうです。なので山内さんはいかがお過ごしですか。次ですよ、はい、もう今日はオープニングから皆さん申し訳ございません、はいはい、そう、今日ちゃんおかさんが言ってる通り、うん、ずっと続けていること、はい、テーマがですね、はい、はい、そうです、うん、皆さんのもう何十年じゃなくてもちょっと続けていることとか、うん、ちょっと続けていることとか、うん、まあ何十年でも 2,3 年以上にします。じゃあ、うん、何でも、あ、はい、そうしますうんうんうん、ずっと続けていることで、うん、3日とかだったらそれは入らないじゃん。でも 2,3 年も長いですよ。長いよね、うん、うん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 、1ヶ月それっていうのかな、どうなんでしょうかね。でもこれ、あ、これ続けてるかもみたいな、気づかないけどありません、うんうん、あるよね、うん、うんうんうん、そういうことをどしどし送ってください。はい、どしどし送ってください。はい、メールアドレスは761@fmkoza.jp、761@fmkoza.jp。 またメッセージやリクエストは FM コザのホームページからも直接送ることができます。番組表の番組名をクリックしていただくとメールフォームが開きますので、そちらからもお気軽にご参加ください。はい、リクエストもバンバン欲しいですね、うん、はい、そして FM コザではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。はい、FM コザのホームページから簡単に見ることができるので、そちらもお楽しみください。はい、そうです。早速、コメントも来てますよ、うん、ちゃんおかさん、ゆかち山内さん、皆さんおはようございます。おはようございます。今朝の宮古島は晴れ、少し風が吹いている朝ですということで、うんうん、ちゃんおかさん実は名古屋の方なんですけども、うんうんうん、今旅行で宮古に来ているということで、イエーイ、はい、イエーイイエーイナイス、ちゃんおかさん、はい、まあ、ちゃんおかさんの成果なんかわからないですけど、うんうん、今日のゆかちのワールドレポートは宮古島ということで、はい、はい、楽しみですね、うん、お楽しみに。宮古島の人たちさ、はい、割と気象がこう荒いから大変だよ、うん、大変ですね、収集できないよはい、そして AKB ハンスさん、うん、局長ゆかちツイキャスの皆さん、おはようさま。おはようさま。仕事休んだからゆっくり聞けるよということで、うん、ありがとうございます、うん、なんかね風邪ひいてるらしい、うん、大丈夫です。なんかインフルもね、うん、ちょこちょこと出てるみたいなんで、うん、え、熱？インフル、インフル、あ、この人がインフルかは分からんけど、うんうん、聞くので気をつけてください、ね、体調管理、うんうん、皆さん気をつけましょうね、うん、はい、はい、うん、今日も8時から10時までの2時間生放送元気に楽しくお送りしていきますので、皆様最後までお付き合いください。はい、本日のオープニングナンバーです。ブルーノマーズでザ・レイジソング。
女優お天気、お天気 CM 行きますね。はい、それは家族の幸せ。見たことありますか皆さん。あずみの映画デビュー。でげ。めちゃくちゃだよね。めちゃくちゃな漫画？めちゃくちゃでもないから。心理系屋さん。おはようさん、くまモンが流走して、ね。ラジオじゃもったいない。ラジオってよくわかりましたね。それ分かるんじゃないですか。分かんない、うん、ちょっと説明してください。どこのラジオですか。沖縄県沖縄市のコミュニティラジオ FM 岡田です。そうです、沖縄です。じゃあ初見ダンス、初見ダンス。でも流装着てますよ、クマも。違う流装着てても初見かもしれない初見ダンス、これだっけ。初見これ画面外になってるもん。かわいいね。ゆかゆかゆかちは天然でかわいい子ですよ。皆さん、あれして。はい。始まるよ。はい。時刻は8時12分を回りました。沖縄市中央パークアベニュー入り口、国道330号線沿いにあります FM 小座のスタジオから、私ゆかちと、はい、山内がお届けします。皆さんおはようございます。おはようございます。はい、この時間は沖縄地方のお天気、道路交通情報をお伝えします。よろしくお願いします。いやまずはお天気から。8月20日天気が今日からです。早いですね、もう20日です。ねえ、もう1年終わりですよ。まだまだですけどね。天気が早い。そう、気が早いよね。今日テーマ決めするんですけど、皆さん、はい、朝ね、うんうん。ゆかちは今年の、うん、なんだっけ、ビッグニュース、ビッグニュースとか言うんですよ。うん、8月だよ、まだ。終わってないのに。うん、はい。そう。そう。ビッグに行きます。あ、いいこと言いますね。ビッグに行きましょう沖縄地方は、はい、どうぞどうぞ。太平洋高気圧に覆われておおむね晴れています、はい、沖縄本島地方の沿岸の海域ではうねりを伴いしけています。しけている、うんうんうん、海上や海岸付近では高波にご注意ください。はい、今日の本島中南部の天気は晴れ、風は東の風のち南東の風やや強く、波の高さは4メートル、うねりを伴うでしょう、うん、降水確率はこのあと深夜12時まで 20% となっています。はい、うん、降らなそうですね。そうですね、ただ昨日もね、うんうん、ちょこちょことパラパラとパラパラと降ったりはしてましたからね、うんうん、はい、はい、ただ今日なんか暑い、暑そうですね、うん、暑くなりそうなので、はい、皆さん熱中症気をつけてくださいね。はい、日中の最高気温も33度と出ています。
ほら33度皆さん気をつけてください。33ですよ。はい、はい、以上お天気情報でした。はい、続いて道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道ですが、今の時間、スムーズに流れています。目立った混雑渋滞、また事故車落下物などもありません、うん、順調に流れていますね、沖縄自動車道、うんうん、続いて一般道ですが、うん、こちらも沖縄市内は目立った混雑渋滞ありません、うん、宜野湾市前原交差点で渋滞、また宜野湾市前原交差点から大蛇な、交差点58号線大蛇な交差点にかけて一部渋滞、また国道58号線牧港からぐすくままで渋滞しています、うんうん、皆さん気をつけて通行してください。安全運転よろしくお願いします。よろしく逃げサビラ、うん、FM 小座から見えるお天気ですが晴れています。はい、はい、国道330号線はスムーズです。北向きがちょっとあでもスムーズです。いやいやスムーズです、はいはい、今日のゆかちさんはいつにも増してボケボケですね、はい、いえいえいえ大丈夫ですか、はい、頭はフル回転ですよ。フル回転です。あの天気見たりこう道路見たりしていましたうん、うん、今日も一日安全運転でお過ごしください、はい、今日のテーマは何ですか。今日のテーマは続けてきたこと。そうです、うんうん、あなたが続けていること、はい、ずっとでもいいですよ。何十年でもいいし、うんうん、1ヶ月でもいいんだっけ。そう1ヶ月以上、はい、1ヶ月でもいいそうです、はい、ただし3日とかはダメよと、うんうんうん、1ヶ月以上、はい、と区切らせていただきます、うんうん、はい、コメント来ています。ありがとうございます。新力屋さん、うん、新力屋さん、まあラジオじゃもったいないくらい可愛いパーソナリティさんということで、ありがとうございます。新力屋さん、はい、うん、嬉しいです。嬉しいです。嬉しいですね、うん、テントさん久しぶり、うん、お久しぶりです。今年から1年は8ヶ月と改正された模様ですおはようございます。おはようございますはい、貝原さんもおはようございます。銀次郎さんもおはようございます、うん、お、白子さんも来ましたね。キレカワイユカチ、キレタ山内おはようございます、はい、おはようございますほらね、今日ぼっとしてんな。大丈夫でしょうかね。絶好調ですよ。絶好調はい、はい、メールアドレスは761@fmkoza.jp761@fmkoza.jp761@fmkoza.jp なので続けてきたことや曲のリクエストバンバン送ってください。はい、お待ちしております。コメントツイキャスのコメントとかでもいいですよ、うん、あのリクエストあればぜひぜひかけていきますので、はい、書いてください、送ってください、はい、はい、よろしくお願いします。はい、それでは、うん、ここでこのコーナー、みんなで元気に内名口ラジオ体操の時間です。はい。切れたなす。だからよ、白子さんよ。切れたなしの役でした。うん、貝原さん、ゆかちにプロポーズを3週間続けてますって。ゆかちと結婚したらどうだろうか。楽しい？楽しいですよ。本当？うん、アピールしてじゃあ。私と結婚したらどんなことがある？毎日ゲラゲラですよ、ゲラ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 笑うてる。あ、ゲラ、おかしい、おかしい。あ、いいね、ユービフォーティーやろ。気にならずにいられない天国はエルビス・プレスリーです。朝から明るくなれそうないい感じの曲です。洋楽特集するか。洋楽特集。
なんでさ、オンエア中でもこんな感じでやってくれ。わかりました。でもこれね、大丈夫、声だけでいいから、うん、はい、特進通り新力屋さんのあれは流走じゃないってよ。流走じゃない、何だったんだろう、何だったよ。あ、釣りの大漁旗、漁師のあれか、うん、かなりあの瓶型に見えますよね。似てるね、うん、くまモン大人気だね。うん、くまモンすごい。銀次郎さんがゆかさん顔が眠そうって、うん、こっちおかしいな本当に。今日のテーマは続けていること。歯磨き俺帰ったよ、歯磨きってもう山口さんの心を読んでます。読んだね、うん、洋楽特集最高、うん、じゃあ曲いこう、うん、はい、コメント来ております。白子さん、うん、UB40 Can Help、好きにならずにいられない原曲はエルヴィス・プレスリーですということで来ていますので、かけたいと思います。 UB40 で好きにならずにいられない。英語わけない
時刻は8時25分を回りました。この時間は琉球新報沖縄タイムスの朝刊から記事をお伝えします。まずは沖縄タイムスの総合面からです。コウノトリ羽ばたく H2B ロケット打ち上げ成功という記事からです。国際宇宙ステーションに物資を運ぶ無人補給機コウノトリ5号機を載せた H2B ロケットが19日午後8時50分鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられました。コウノトリは約15分後に軌道に投入され、打ち上げは成功しました。ステーションには24日午後8時ごろに到着の予定で、滞在中のユイさんが日本人飛行士で初めてロボットアームで掴んで取り付けます。ステーションへの物資補給は去年から米国とロシアが相次いで失敗しており、コウノトリに期待が集まっています。続いて琉球新報の人暮らし面から、県内少年歩道 48% 減という記事からです。県警少年課によると、2015年上半期の深夜徘徊や飲酒などの不良行為で補導された少年は暫定値で 13,618人と、前年同期より約 12,500人減少しました。県警少年課は補導人数が前年同期より大幅に減少したことについて、複数回報道されている子どもを重点的に立ち直り支援や居場所づくり支援に参加させた効果が出ているのではないかと分析しました。県警は地域の関係機関などと連携して、スポーツ教室や農業体験などを通して立ち直り支援を進めています。続いて総合面から、住宅地飛行停止をうるま沖墜落事故三連協が要請という記事からです。北谷町、嘉手納町、沖縄市で作る嘉手納飛行場に関する三市町連絡協議会は19日午前、沖縄防衛局を訪れ、12日に起こった米軍ヘリうるま沖墜落事故について、早期の原因究明や再発防止を求める要請文を提出しました。住宅地上空の飛行停止と事故が起きた際の迅速で正確な通報の徹底も要求しました。三連協会長を務める野国北谷町長は、一歩間違えれば海上でなく嘉手納飛行場周辺の住宅地に墜落する危険性もある、情報が錯綜し住民を不安に陥れたことも看過できないと述べました。続いて市町村面から、小学生対象にアニメ制作教室22日23日沖縄市という記事からです。アニメーションデザイン事務所アトロンは22、23日の両日午後1時からアトロンのみんなで作ろうアニメーションの世界を沖縄市のシアタードーナツ沖縄で開きます。小学3年生から6年生を対象としたアニメ制作のワークショップで、大型スクリーンによる上映会もあります。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムスの朝刊から記事をお伝えしました。この後は CM を挟んで、今日は何の日のコーナーをお届けします。
そして皆さん、まだまだメールお待ちしております。メールアドレスは761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp。 チャンネルはそのまま FM コザでお楽しみください。音楽いっぱいかけよう。ミュージック。小学生だからアトロン行こう。あ、貝原さん行ってください。アトロン。あ、シゲニャンさんなんか帰ったね。これお坊ちゃん、まあ、くん。シゲニャンさんあれでしょ、キティちゃんがチパニャみたいになってたね。うんうん。やばい。今日は大阪は土砂降りです。いいよ。貝原さんが俺のユカッチに手を出すんじゃねえよ。ゆかちに読むのは上手なんですよ。読むのはってごめんね。動かない。動かない。ゆかち動かない。あ、おもちゃマンとチャオズのコラボでしたって。あ、チャオズ。おちゃ、あられちゃんとマイキマンかな。あられちゃんとマイキマン、どっちも違うんだ。あられちゃんみたいな顔してません？おもちゃマンか。あられちゃん、違う、あられちゃんのおもちゃマン。そう、作者。あられちゃんのこの恋人役というか、いたんだ、ボーイフレンドでおもちゃマンというか。もう噛まなかったって。リッサー、おはようさん。泉犬が違う、あれあれだっけよ。うん、咳がしすぎて。泉ちゃんが、うん、ひどかった。あのね、喘息。山口さんがめっちゃいじめた。いじめた。風邪だ、風邪ひいてた。風邪ひいていじめた。結構ね、咳が、うん、いじめた。風邪ひいてるのね。ひいてるね、ひどいね。うん、ひどいね。くんもね、ちょっと喋ろうかな。はい。で、CM 行こう。テントさんのコメント紹介しよう。うん、すごい、アトロンのやつ行きたいけど残念って、ね、うん、どうしよう。そうだよね。みんな行ったらいいとね。そうだね、喜ばれるはず。うん、小学生じゃないんですけど。行こう。はい、時刻は、あ、いや、はい、お送りしているのは、うん、サードアイブラインドでセミチャームドライフでございます。今日のテーマはずっと続けていること。そうです、ずっと続けていることで、皆さんまだまだメールコメントをお待ちしております。ということでコメント紹介します、はい、うん、テント頑張ろうかいさん、はい、今日のテーマ、うん、毎朝起きて顔を洗って、うん、お口をすすいだら、うんうん、朝食の前にヨーグルトを食べ、うん、野菜ジュースを飲むこと。すごいね、健康的です ね、 ね、ここ 2,3 年は続けているはず。うん、お腹が空いている状態でヨーグルトを食べると効果的と聞いたもので。そうなんだ。へー、あ、それやろうかな朝。うんうん、ね、ヨーグルトってなんかね、うん、いい感じする。いい感じするね、うんうんうん、はい、このように皆さんずっと続けていること、はい、まだまだメールをお待ちしております。うん、はい、メールアドレスは761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp。 はい、 CM の後もまだまだ続きます。チャンネルはそのまま FM コザでお楽しみください。イエスイエス、かっこいいな。おっさんです。あ、ペッチョチョさんも来たよ。ペッチョチョさん昨日聞きましたよ、車で。キャラメルマンってなんだっけ。
キャラメルマン1号っぽい一郎さん。キャラメルマン。おはよう。昨日車であれだったよ。流れてましたよ。ペチュチュさんの。うんうん。ペチュチュさん昨日夜。そう、俺も宜野湾に向かいながら聞いてました。うん。ラジオ面白いなぁ。髪がこんな。冬は寒く雪も多いので、冬の麦茶は体を冷やすので、ここ 2,3 年はほうじ茶に切り替えています。やっこさん、北海道だっけ？おう、せっかめさん、おはようございます、おやすみなさいって。せっかめさん、おはよう。夜勤明けだから。ペッチョさん、何の？あれでしたよ、3人で出てたやつ。そうそうそう、うん、大城さやかさん。そう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 、言ってた言ってた。で、リサさん、森の奥さん。声かわいいよね。うん、まやさん、さやさん、リサさん。せっかくさん、どうぞどうぞどうも。じゃあ、皆さんにこんにちは、ダンス。こんにちは、ダンス。時刻は8時37分を回っています、はい、沖縄市中央パークアベニュー入り口国道330号線沿いにあります FM 小座のスタジオから私ゆかちと山内がお届けします。はい、お、なんか鋭い眼光で睨んでますね。どうしたんですか。それではこのコーナーどうもしませんよ、はい、ね、うん、今日は何の日のコーナーです。まずは沖縄手帳からご紹介します。はい、8月20日木曜日、うん、旧暦7月7日土の上立つの日、中潮で満潮時刻は10時7分と22時20分、うん、干潮時刻は4時2分と16時9分となっています。今日は旧暦の七夕、そして興南高校甲子園準決勝進出、興南旋風を巻き起こす1968年の今日、はい、そしてこれ楽器屋、今の興南高校の楽器屋監督の選手時代の時ですね、うん、ちなみに、うーん、はい、68年、はい、はい、そして県初の女性副知事翔ひろこさん、うん、誕生1991年、はい、はい、誕生といってもそう誕生日ではないですよ。誕生日ではないですね。知事になった副知事になった日、はい、うんうん、ですよ皆さん。そして、はい、その他の記念日です、うん、今日は交通信号の日、虹の日、うん、NHK 創立記念日、うん、うん、そしてはい、今日もいろいろ並んでおりますが新幹線こだま号に禁煙車登場、1976年の今日、うん、結構前からじゃあ禁煙車っていうのあったんですね、うんうんうん、そうですね、はい、そして世界最高峰エベレストの無酸素登頂に単独登頂成功、1980年、うん、何のこっちゃか、何ですかね、あ、でも挑戦、無酸素だからボンベとか担がずに登れたんじゃないですか、酸素とか担がずに。何、エベレストってボンベ担がんといけんの。世界一の多分高さあると思います、エベレスト。分かるけど、
ね、だから多分酸素薄いんじゃないですかね、うん、ボンベ背負うかそのまま行くか。ボンベ背負わないといけない、そういうことじゃないです、無酸素登頂。うん、分かる人、分かる人情報ください。知ったかい知ったかよかち、知ったかよかち、はい、はい、そして誕生花はフリージア、うん、フリージア花言葉は純潔、はい、純潔です、はい、うん、以上今日は何の日のコーナーでした。そしてそして、うん、メール来ております、ありがとうございます。ちゃんおかさん、うん、ゆかち都はこんな感じだということで写真も添えて、すんごい綺麗ですね、晴れてますね、やばい、いいですね。これは砂川ビーチかな、砂山ビーチ、はい、砂山ビーチで撮ったやつですね、はい、とっても綺麗な写真を送ってくださってます。はい、とっても綺麗ですね、本当に快晴ですね、はい、ありがとうございます。やばいですね、飛んでいきたいですね、飛んでいきたいですね、うん、続いて、はい、山内さん、いきたいと思います、はい、山内さん、ゆかちさん、おはようございます、はい、今日のテーマは、あ、テーマ続けているということで、はい、弟の世話しか思いつきません。おうおう、うまく2人なので、うん、大変ですが頑張ります、うん、今日も頑張ってください。リクエストいいですか、はい、3代目の花火あったらよろしくお願いします。3代目の花火あったかな、ちょっと見てみますね、うん、確かあった気はするが、はい、ラジオネームないんですね。うんうん、ラジオネームあーやさんですね。あーやさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、あーやさん、うん、最近本当に夏休みまだですかね、高一の子らしいんですけども、うんうんうん、くれてます最近、うん、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。続いてちゃんおかさん、うん、ゆかちのワールドレポートネタということで、うん、はい、これはもう先に僕が言いたいと思います。え、言っちゃうんですか。言っちゃいます今年できた伊良部大橋は圧巻だよ。いやー、いいな。それと食べ物は宮古牛もあるけどタコ丼もおすすめ。でもやっぱり宮古はのんびりまったりできる、何にもないことかなということで、うんうん、実は今日ゆかちのワールドレポート、宮古編ということで、はい、はい、そうです。でちゃんおかさんが宮古行ってるので、うん、そのネタを送ってくれましたね。ナイスですね。でもちゃんおかさん大丈夫です、今日ゆかちね、ネタ送ってくれなくてもね、ネタ、うん、盛りだくさん盛りだくさんはい、でもありがとうございます、ありがとうございます。とっても綺麗な写真とね、うん、タコ丼ですかね、この写真タコ丼です ね、いいですね、食べてみたいですね、食べてみたいですね、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。まだまだメールお待ちしておりますよ、うん、メールアドレスは761@fmkota.jp、はい、761@fmkota.jp、 はい、それではここで一曲お届けします、うん、ブラーでGirls and Boys。すいません、操作間違えましたあやさんのリクエスト聞いてくださいね。3代目 J ソウルブラザーズで花火。
のりこですか、のりこ。調子のりこだよな。のりこと呼んでください。皆さん。調子のりこ。くそ、今日音楽いっぱいかけていい感じだなと思ってたのに。ぶち。ぶちってやっちゃったね。うん。犯人じゃあダメダメダンスしてください、山内に怖いえのきでえのきやめて、はい、かわいい顔が台無しになる、いかち子供みたい、ほんとにあんちゃんにもよくさ、あんちゃん変顔するから、うん、あんちゃん変な顔やめて、可愛いのに、うん、言うんだけど、うん、あれ？もうあれなんです、子供だね、子供、赤ちゃん子供だよね、猫、どんなんで、できてないできてない、違う、そうそうそう、やっとか、残りのメールを読みましょう、時刻はね、時刻は8時48分を回っています、はい、すいませんでした、はい、皆さん僕の操作ミスで、そう、なんかビャッコさんもノリのいいいい曲って言ってたらブチブチはい、はい、メールいただいてるのでご紹介します、はい、みんみんさん、うん、大好きな山内さん、素敵なゆかちさん、おはようございます、はい、おはようございます、沖縄市のみんみんとみんみん2号です、あ、今日もみんみん2号さん、大丈夫ですか、大丈夫じゃない、ね、はい、台風の影響か、なんだか風があり、うん、涼しく感じる日々を過ごしています、お、いいね、今日も噛み合わないトークでマジボケでいい感じのゆかちさんを見せてくれるんでしょうね、もう早攻見せてますよ、あのオープニングで、オープニングで、うん、もう息切れそこでテンションの、はい、そこでテンションの山内さん、おう、いつものぐじゅぐじゅはやめて、はい、暖かく見守ってくださいよ、わかりました、風はありますが太陽ギラギラしてます、うん、テーマに行きます、うん、続けていること、私は半年間、はい、マイオアシスにメールをしてきました、うん、うん、我ながらあっぱれです、いや、あっぱれです、すごいです、ありがたいですよ、うん、本当に、うん、ラジオ番組に今までこんなに深く愛情を感じたことなかったんですよ、これも FM 小座のスタッフやリスナーの皆さんのトークがあったからこそです、ありがとうございます、うん、改めて感謝します、いえいえ、山内さんにも会えたしね、うん、ハト、うん、なんてよ、うん、リクエストお願いします、しおりさんが、はい、カジママで、うん、スマイルでしたかね、うん、そんな感じの曲でお願いします、はい、ではお二人の噛み合わないトーク楽しませてもらいます、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、リクエスト書きたいと思いますね、うん、はい、なんだっけ、スマイル、うん、うん、スマイル、しおりさん、はい、うん、あ、ジママ、ジママでスマイル、ジママでスマイル、はい、まあちょっと探しますね、はい、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、はい、続いて、うん、早め愛する猛虎会さん、はい、おーす、山内殿、おーす、かわいゆかちリスナーの皆さん、チーズ、はい、チーズ、早めにマジボレして5ヶ月、うん、そんなことよりテーマだぜ、はい、ずっと続けていること、うん、もちろん早めにこうしていることだ、おーす、あ、聞いてたらどうしようあともう一つ、阪神タイガースと早見がマイオアシス卒業しても応援をずっと続けること、お、早見愛する猛虎会のラジオネームにしたんだ、うん、うん、リクエスト、ゆずの栄光の駆け足、山内殿、よろしくだぜ、わかりました、うん、後でかけたいと思います、いいですね、
阪神タイガースはもうあれです、地元では小学生がみんな歌ってます。うん、阪神タイガースって、はい、あれ、うんうん、そうです。やっぱり大阪では大人気、うん、もうみんな歌ってました。私も歌を覚えるぐらい。うん、じゃあ野球で言えば阪神が好き、巨人かな。でも、うん、でもなんか見始めると楽しいから、うん、なんかここファンとかなしに見ちゃう、うん、でも巨人かな、うんうん、阪神でも勝って嬉しいです。やっぱり意味わかんないからごめんなさい、はい、意味がわかりませんということで、ここで一曲またまたお送りします。ミミさんリクエストです。うん、しおりでスマイル。イエー。治りますように。あ、ごめんなさい。時刻、はい、時刻は8時54分を回っています。はい、お聞きし、もうお送りしている曲は、はい、しおりでスマイルでした。うん、です。みんみんさんリクエストの。そうです、はい、みんみんさんリクエストです。いつもありがとうございます。ありがとうございます。今日のテーマが、うん、今日のテーマはずっと続けていることです。はいはい、何ヶ月とかね、何でも、うん、そうです。まだまだ、うん、メールお待ちしております。はい、メールアドレスは761@fmkoza.jp761@fmkoza.jp まで、どしどし送ってください。はい、よろしくお願いします。そして、うん、かっちゃんメール来ております。はい、局長、俺のゆかゆかゆかち、リスナーの皆さん、おはやみん、おはやみん咳が止まらないと思って病院行ったら、うんうん、気管支喘息って言われました。うん、局長、俺がインフル、うん、なんでやねん怒ってる怒ってるごめんごめん、テーマずっと続けていること、うんうん、
いつも朝ごはんに納豆を食べ続けてることですかね、うん、あの人に元気もらいたいわということで、うん、ありがとうございます、うんうん、やっぱこういう食べ物系多いですね、納豆とか、うん、納豆いいですよね、うんうん、朝ずっと納豆を続けてるんだ、すごいね。でもね、うん、ゆかちさんは ちっちゃい頃からずっと食べてたので納豆、はい、最近もちょっと食べてます、うん、美味しいです。でもなんか続けてることありますか、ゆかちさん。続けてることは、うん、ですね、私は笑って私は小学校の頃からずっと続けてたことがあって、おお、はい、何ですか。はあの、はい、雑誌見ることです。あんまいいことじゃない。あの、うん、姉がいるんですけど、うん、姉がファッション雑誌見てたので、私は小学生の頃から、はいはいはい、なんかそれの影響で、うん、ずっとなんかもう小学生からずっと中学生高校生ファッション誌ずっと見てます。へ、うん、これ自分で買ってからも自分で買います。でも着飾れない。でもなんかね、自分は着飾れないんだけど、ほぼ毎月買ってます。なるほど、うんうん、意外な一面でしたね、はあ、面白いですね。はい、ということで、うんうん、9時台はハイサイ沖縄シティ、うん、そして今日はゆかちのワールドレポートもあります。今日のゆかちのワールドレポートはどこですか。宮古島。そうです、うん、宮古島です。はい、そして、今日のテーマは、うん、ずっと続けていること。そうです、まだまだメールお待ちしておりますよ、はい、メールアドレスは、うん、761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp までどしどし送ってください。はい、そして今おかけしている今かけている曲は、うん、マリオン5で This Love です、はい、それでは9時もまだまだ続きますので、うん、はい、ゆたしくおにげさびら、イエイ。そう、ファッション雑誌の効果なしです。ゆかちもったいない、体型はモデルみたいなんだよ。うん、8月予定が過ぎたやつもあるな。リクエスト大丈夫よ、後藤さん。うん、はい、あれして。それで大丈夫かな。うん、リスさんが壁上達している。本当だよね、壁上達で、ビャコさん、オンエア以外の方が仕事してるゆかち、本当よ。ビャコさん、私後藤さん、全然、リクエストしてください。リスさん、いいこと言うね、その通り、ボロボロでも美人は美人。今頃だけど、復興かずみです。誰、後藤さん。うん、後藤さん、うん、後藤さん、全然あれしてくれていいですよ。で、この10分間は沖縄市の広報から、はい、市の広報からの情報を読みます。やばい、10分後ぐらいにまた、トークとか再開していきますので、皆さん10分休憩してください。ぜひ聞いてください、沖縄市ハイサイ。そうです、そうですね。時刻は9時を回りました。ハイサイ沖縄シティのコーナーです。このコーナーでは沖縄市の役立つ情報を沖縄市の広報誌広報沖縄からお伝えいたします。ハイサイ沖縄シティ、このコーナーは
沖縄市の提供でお送りします。年金情報流出を口実にした犯罪にご注意ください。年金情報流出を口実に市役所や日本年金機構から市民の方へ電話やメールで次のような連絡をすることは一切ありませんのでご注意ください。流出した個人情報の削除を持ちかける、家族構成や年金額、振込口座番号などの情報を聞き出す、 ATM の操作をお願いする、お金やキャッシュカードを要求する、不審な電話やメールなどがありましたら担当課、小座年金事務所、日本年金機構、または最寄りの警察へご連絡ください。流出が確認された方の新しい基礎年金番号は日本年金機構より郵送でお知らせします。問い合わせは市民課、国民年金担当、小座年金事務所、日本年金機構専用電話までお問い合わせください。消費者ホットラインをご利用ください。7月1日より消費者ホットラインの運用が始まりました。ホットラインでは音声ガイダンスにより最寄りの窓口をご紹介します。また沖縄市消費生活相談窓口でも相談を受け付けています。消費者ホットラインは局番なしの188、相談内容は契約、悪質商法、製品、食品、サービス、スマートフォンやインターネットに関することなどで、沖縄市消費生活相談、曜日は月曜日から金曜日の午前9時から正午と午後1時から4時までとなっています。場所は沖縄市役所地下1階、問い合わせは市民生活課、市民生活係までお問い合わせください。続いて災害見舞い金申請のご案内です。火災や台風などにより住家が全焼、全壊、半焼、半壊、床上浸水した場合は見舞い金が支給されます。支給基準などについてはお問い合わせください。詳細は市民生活課、市民生活係までお問い合わせください。続いて児童扶養手当現況届、特別児童扶養手当所得状況届のお知らせです。児童扶養手当、特別児童扶養手当を受給している方は毎年現況届、特別児童扶養手当については所得状況届を提出する必要があります。この届出がない場合、引き続き受給資格があっても8月分以降の手当が受けられなくなりますので忘れずに届け出てください。届け出は受給者本人に限ります。代理人での受付はできません。所得制限により手当が支給停止になっている方も現況届けは必要です。現況届け、所得状況届を提出しないまま2年を経過すると時効となり、手当を受ける資格がなくなりますのでご注意ください。期間は児童扶養手当は8月3日月曜日から8月31日月曜日までで、特別児童扶養手当は8月10日月曜日から8月21日金曜日までの
受付時間は土日を省く午前9時から11時、午後1時から4時までとなっています。場所は、児童扶養手当は沖縄市役所地下2階大ホール、特別児童扶養手当は地下2階小ホールとなっています。詳細は、子ども家庭課、家庭支援係までお問い合わせください。続いて、メイン通り一斉清掃についてのご案内です。8月は観光月間です。きれいな住みよい街づくり運動として、メイン通りの清掃を実施します。市民の皆様のご協力をお願いします。日時は8月20日木曜日の午前9時から10時で、場所は空港通り、五役すのき通り、中野町大通り、国体道路、総合グランド通りなどで、軍手などをご持参ください。実施主体は沖縄市、沖縄市民健康推進協議会、沖縄市観光物産振興協会、沖縄市青年団協議会です。詳細は市民健康推進協議会事務局までお問い合わせください。続いて、郷土博物館展示会罠、人と生き物の知恵比べのご案内です。人類が生き物を捕まえるために発明した様々な罠を紹介します。期間中は夏休みの宿題のヒントになる講座も開催予定です。期間は7月24日金曜日から9月6日日曜日の午前9時から午後5時までで、月曜日は休館となっています。詳細は沖縄市立郷土博物館までお問い合わせください。続いて、第22回沖縄市生涯学習フェスティバル参加団体募集のお知らせです。体験コーナーへの参加団体を募集します。多くの人に喜ばれるフェスティバルを一緒に作っていきませんか？対象は、自主的に企画・運営できる2人以上の団体で、それぞれの特性を生かし、教育、文化、芸術、環境、スポーツなどに関する体験コーナーを実施できる団体で、開催日時は12月6日日曜日、午前9時から9時30分から午後4時となっています。場所は沖縄市体育館、屋内ブースで、申し込み期間は8月3日月曜日から9月11日金曜日となっています。申し込み問い合わせは、生涯学習課までお問い合わせください。以上、ハイサイ沖縄シティ。このコーナーは、沖縄市の提供でお送りしました。ハチ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 パチ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 ね。
あ、パチパチ。あ、リュウさん、カルバルさんの何が起きてました。もう無事ではなかったんですが、銀次郎さん。波動盆が、後藤さん、ありがとうございます。後藤さん、長渕かけますね、後で。福岡の後藤さん、白子さんがなんか中国語みたいなの送ってきてる。中国語、ね、分かんない。可愛いってよ。ありがとうございます。あとは自由時間、イエーイ、フリーダウン、フリーダウン。部活ね、最初からこのテンションで行きます。フリーダウン。うんさん、さらに。あ、リスさん。なんて書いてある。愛してます。サランヘヨ。サランヘヨ。うん。サランヘヨ。サランヘヨ。特徴的。みゆまるさん、おはようございます。ああ、なんか久しぶり。GR エツランド。なんすか GR。GR。ゆかちらしくなく、すらさが、おお、百子さん、ありがとう。ゆかちらしくなくって、あの、なんだっけ、はい、スカピーに手紙もあるよ。みゆまるさん、じゃあ、みゆまるダンス。ウクレレにハマってるんです、ウクレレ最近動きだけだろ。エアウクレレやって、エアウクレレ三振みたい。調子のりこさんみたいでした。調子のりこさんですよね。うん、調子のりこです。閉めてください。なんでこれ、ピースしてください。ん、閉めてくださいじゃなくて、あ、ピースしてください、閉めてくださいって書いてあるかと思って。なんだっけあれ、なんとかダンス、なんだっけこれ、清見ダンス、清見ダンス。だから顎やめなさい。えの。かわいい、ね。ほら、ゆかちダンス、あ、みゆまるダンスでご機嫌ですよ。そうです、調子のりこです。いやー、今日晴れてますね。いい感じだね、天気。うん。あの人、ぼーっとしてる。ん？うん、あの人。きっと暑すぎて。ね、ほら、ずっとぼーっとしてる。信号待ちですよ、ただの。信号待ち。時刻は9時15分を回っています。この時間は9時台も沖縄市中央パークアベニュー入り口国道330号線沿いにあります FM 小座のスタジオから
私ゆかちと、はい、山内がお届けしますよ。はい、よよよよよよいや過去で沖縄地方の天気道路交通情報をお伝えします。はい、まずはお天気からです。うん、8月20日今日の沖縄地方は太平洋高気圧に覆われておおむね晴れています。沖縄本島地方の沿岸の海域ではうねりを伴いしけています。はい、海上や海岸付近では高波にご注意ください。うん、そして本島中南部の天気は晴れ晴れ、はい、風は東の風のち南東の風、うん、やや強く波の高さは4メートル、うねりを伴うでしょう。うん、うんうん、降水確率はこの後深夜12時までが 20% となっています。はい、うんうん、そして気温予報が日中の最高気温が33度と出ています。今日も暑いので、はい、水分補給して、そうですね、うん、こまめに熱中症対策、うん、皆さん気をつけてください。はい、以上お天気をお伝えしました。はい、続いて道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道ですが、うん、今の時間全線スムーズに順調に流れています。また、一般道ですがこちらも、全線スムーズに、全線じゃないね、沖縄市内またその周辺も目立った混雑渋滞はありません。うん、国道329号線、うん、ヒアゴンあったかんでですね、工事のため一車線規制されています。329号線ヒアゴンあったかん、工事のため一車線規制されています。皆さん気をつけて通行してください。以上道路交通情報をお伝えしました。はい、はいはい、そして、うん、ここでメールをご紹介します。はい、ちょっとその前にですね、その前で、はい、各地の天気が入ってきてますよ。おーすごい。三浦丸さん、うんうん、東京は雨降ってる、うんうん、そして、後藤さん、うん、福岡は曇りとのことですね。うん、さっき大阪だとか関西だったか土砂降りって、うん、ね。あ、じゃあ本土は結構こう天気が崩れてるのかな。うん、こちらはですね、沖縄は結構晴れています。ただ雲がね、はい、広がっていたり、うん、なかったり、その風が強いですね。そうですね、台風の影響でしょうか。うんうん、涼しかったら嬉しいですけど ね。でも、うんうん、なかなか今日は晴れで安定するのかな。うん、最近天気予報も外れ気味なので不調不調なのではい、じゃあメール紹介してください。はい、はい、お初メールの方がいる、うん、嬉しいです、うん、山内さん、ゆかさん、初メール。木曜の朝はいつもこの番組からスタート、ありがとうございます、うん、で今日のテーマ、ずっと続けていることは、うん、はい、漫画を集めていること。ほうほうほう、小学生から集めて、ほうほう、今でも増え続け、ほうほう、今では本棚にも入らなくなり、うん、漫画単行本の数は3000冊ほどになっやった。へー、うん、すごいね。もう家は漫画喫茶状態3000冊すげえなー、うん、お店開けますね。お店開けますね、うんうん、本当に。今日も放送頑張ってください。ありがとうございます。はい、銀次郎さんだそうです。うん、銀次郎さん、はい、ありがとうございます。銀次郎さん、うん、なんかね、銀次郎さんツイキャスでもね、うん、なんだっけ、パークアベニュー、はい、5年ぐらい行ってないということで、ぜひ遊びに来てください。遊びに来てください。ねえ、うん、よろしくお願いします。すごいね、漫画をずっと続けている、うんうん、ねえ、漫画読まれます？読みますよ、うん、僕もね、結構なんていうかな、好きなのを集めようっつって集めてて、うんうん、でもそんなね、うん、数はなかったんですけど、はい、でもそれも全部子供が生まれてから売りました、漫画倉庫に。漫画倉庫にもうね、うん、子供生まれてからは、うん、いろんなの売りましたよ。ゲームも売ったし、プレステその時2だったかな、うん、Wii とかも売ったし、うん、結局やらなくなるなっていうのが、うーん、自分の時間がなくなるじゃないですか、うんうん、それでバイバイしちゃったんですね。バイバイしました。 CD もいっぱいです。うーん、はい、
CD CD はい、続いて民民です。はい、リクエストありがとうございました。はい、私がラジオ番組にメールするようになってから、うん、夏休みの間だけ2号も私の携帯を借りてミンミン2号で送ってますよ。本当だね。自分の名前を書かずペンネームするところが、うん、我が子ながら可愛いですね。可愛いよね。うん、突然ミンミン2号から噛み合わないメールが来ましたらご了承くださいよ。いえいえいえ、まあ、私ほどじゃないね。そうだよ。私に確認させず勝手にメールしたりすみません、うん、したりしますんで。ああ、そうなんだ、すごいね。家庭のことでもバラされたらもう大変。そんなことはないんですがね。いいですね、ミミニゴーさんもぜひメールください。はい、楽しみに待ってますよ。あの、ね、なんか可愛いメールくれるんだよね、うん、ね、うん、いいですよね。はい、よろしくお願いします。はい、おはようございます、うん、今日は七夕で沖縄では墓掃除の日ですよ。これから頑張って墓掃除してきます。暑そうデイジになってる、うん、リスナープレゼント希望、小座の銀ちゃんということで、これは主婦帯のリスナープレゼントかな、回しておきますので、今日12時台、今日は休みか、うん、12時台いつも主婦帯つってリスナープレゼントありますので、うん、そこに回しておきますので、銀ちゃんありがとうございます。ありがとうございます。はい、頑張ってください。はい、はい、墓掃除、墓掃除、うん、はい、山内さん、ゆかちさん、リスナーの皆様、おはようございます。おはようございます。ゆうじさん。昨日からメール送ってます。ゆうじ、ん、と申します。はい、テーマずっと続けていることですかね。うん、授業中にスマホでラジオを聞いていることです。ほう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 、学生ですか。学生さんですかね。はい、中1から続けてます、うん、やっぱり風流行ってるんですね、うん、リクエスト大丈夫なんですか、うん、今すぐキスミリンリンバーお願いします。リンドバーグ。リンドバーグ知らないか。あ、もうね、この通り英語苦手なので。いやいやいや、リンドバーグ知らない。ほこんの方です。そっか、やっぱ世代ですね。うん、はい、いいですね、スマホでラジオ ね, ねえ、皆さんまだまだメールをお待ちしております。メールアドレスは761@fmkota.jp 761@fmkota.jp。 今日のテーマは、うん、ずっと続けていることでございます。はい、皆さんぜひぜひまだまだメールお待ちしております、うん、よろしくお願いします。それではここで一曲お届けします。これはゆうたさんだっけ、後藤ゆうたさんのリクエストです。うん、長渕剛、マイセルフ。おー、ラジオで言ってほしい。だからそれぐらい言えばいいの。調子乗りか、うん、次はあれですよ、 CM 明けは。やばいやばいやばい。茶岡さんいますか。すぐ頼らない、やる前から。やる前、どうしよう。クリマジバ、調子のりおがいた、そうなり。調子のりお。中野町の和樹さん、ありがとうございます。え、私も最近テレビに出てるの。うん、もういいですよ。うん、あ、いいよ、やろう。ありがとうございます。このこれ BGM でやろうか。はい、ちょっと待ってよ。すごい、これ久しぶり。トミグスクです。トミシロ、トミグスク、トミグスク警察署。はい、行くよ。
クリエ。時刻は9時25分を回っています。何すかクリエって突然ここで、はい、ちょっと待ってね。今日のテーマは、はい、ずっと続けていることです。白子さんメール来てます、うん、俺学生時代から CD を買い始め、うんうん、今は中古購入を含めると1000枚かっこ洋楽くらいある。そのうち700枚くらいは押し入れの中にあり、うん、ほとんど聞いてないということですね、うん、すごいね1000枚だって、うん、ねえ、うん、CD 屋さんだ CD 屋さんすごいですね、うん、はい。そしてはい、献血情報をお伝えいたします。はい、はい、今日の移動券、まず移動献血バスは北谷町、うん、富城市南丸町南城市にお伺いしています。なんて南丸ハイバルハイバルハイバル失礼しました。北谷町クリエ北谷町役場で9時から17時まで、富城市沖縄県富城警察署で9時30分から12時まで、ハイバル町県立南部医療センター子ども医療センターで14時から17時まで、南城市南城市商工会青年部で9時から12時まで、 A コープアトール店で14時から17時までとなっています。そして本日の必要本数ですが、 A 型が80名分、 O 型が60名分、 B 型が40名分、 AB 型が20名分となっております。皆様の献血のご協力をお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、この後 CM の後は、うん、ゆかちのワールドレポートのコーナーがあります。チャンネルはそのまま FM 小座お楽しみください。うん、無理だろうなって。Q さんが激怒。この歌大好きです。おお。Q さんっていう方いるんだ。ツイキャス更新。はい。本題のコーナーでもある。マイセルフありがとうございます。いいえ、後藤さん毎日会ってるんで聞いてくださいね。うん、聞いてください。ゆかちは木曜日だけです。うん、毎週木曜日。加藤さん聞いてください。ゆかちダンスは？自分ダンス。自分ダンス？どんなありましたね。これ花火ダンスだろ。ゆかち大変だな。ネタも考えないといけない。ワールドも考えないといけない。そう、ワールドだ。ダンスも考えないといけない。山口さん行ったことあります。都あるよ。都何回もある。何どこおすすめです。うんうんってないです。山木さんにおすすめ。なんか最初から人と会ってどうするんですか。大丈夫です、このネタ。時刻は9時30分を回っています。
この時間はゆかちのワールドレポートのコーナーです。はい、はい、このコーナーは私がゆかちが行ったことのあるもしくは行ってみたい国の文化や観光スポットを紹介するコーナーです。そうです。今日は宮古島。そうです。ワールドとは言っても、はい、国内も県内もあり得る。はい、はい、そうです。今日はキラキラ宮古島。そうです。今日は宮古島を紹介していただきますね。はい、とりあえず概要を僕が言います。うん、宮古島市、うん、宮古島、ですね、宮古島市がある地域だということで、なんかよくわからんな、人口が54,900人だそうです。うんうん、5万人都市、5万人都市の宮古島都市、宮古島市、宮古島でございます。はい、沖縄本島から南西におよそ290キロ、うんうん、海が超綺麗な宮古島でございます。はい、はい、うん、どうぞ。はい、そんな宮古島、はい、ね、うん、今日ちゃんおかさんが行ってらっしゃるそうなんですが。そうです、ちゃんおかさんがなんと宮古にいるということで、うん、はい、先ほども砂山ビーチの素敵な写真を送ってくださって、うんうん、ですね、はい、うん、そう、やっぱりなんと言っても宮古は海で、うん、海ですよね、やっぱりちょっとひいきだけど、うん、一番綺麗だと思います私は。あ、海、はい、嘘、うん、舞浜ビーチの舞浜は綺麗だよね。綺麗です。あの砂浜がね、うん、あ、え、なんでどんどん言ってください。いいです、いいです、どうぞどうぞ。はい、もう舞浜ビーチが、はい、もう砂浜も白いし、うん、もう透明感半端ないですよね。そうですね、うんうん、もう日本一東洋一じゃないかぐらいのね、うん、うんうん、なのでぜひ舞浜ビーチに、うん、行ってほしいと思います。はい、はい、そうですね、うんうん、とても綺麗ですよ。はい、うんうんうん、と、はい、砂浜が本当長いんだよね。長いです。うん、白い砂浜が超綺麗だよね。うん、うん、あそこ泳げるんだよね。泳げます。うんうん、ぜひ泳ぎにね、うん、俺撮影でしか行ってないわけ。遊ばないとですよね。ねはい、はい、うん、そして、うん、あと砂山ビーチっていう、うん、もう山をちょっと上がって降りたところにビーチがあって、うんうん、はい、そこも絶景ですよね。絶景です、うん、はい、綺麗です。綺麗です。もう青さがね、うん、うん、そこもおすすめです。でも舞浜は必ず行ってくださいね。はい、はいはい、そして最近伊良部大橋が、うん、開通してパチ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 です。はい、はい、イラブ大橋も行ったんですか。はそれから行ってないので行ってみたいです。ほうほうほう、うんうん、宮古はね、うん、本当にゆっくりできますよね。うん、うん、そしてあと私がおすすめはあの栗間大橋を渡ってこいつやられてきましたよ。はい、どうぞ。車大橋渡った。車大橋渡って、はい、あの車島、車島、はい、うん、の、 あのおすすめです。散歩とか、うん、散歩もそうですし、うん、カフェでお茶したり。カフェあるんだ。カフェあります、一応、うん、うんうん、とか展望台登ったらあの舞浜ビーチが見えるので、うん、うん、そこもおすすめです。はい。うん。山田さんおすすめあります？あの宮古。いや僕は分からないです。宮古。だんだん焦点が、はい、定まらなくなってますけど大丈夫ですか？はい。はい、宮古はとても魅力的な街です。うん、はい。分かりますよ。なので皆さん、あ、宮古島守くんもあの。ただの警察のねなんか石像なんだろうね、はい、もうあれもね観光スポット化されてますよね。されてます、うんうん、なんか警察が作った人形でしょ。はい、そうです、うん、そうです、うん、なので海ですねやっぱり。海を見にぜひぜひ、はい、はい、いやいやいや
ね、皆さんラジオのお聞きの皆さん分からないと思いますが、はい、OK サイン出しようと思うんですよ。いやあのちゃんおかさんのさっきのメール、はい、覚えてますか。ちゃんおかさんのタコライスとか、うん、タコ丼、タコ丼、うんうんうん、分かりますか。ご飯にタコ違いますよ、はい、食べ物も紹介するでしょ普通。そう、タコ丼もあるし、うん、あとはですね、あの釣り、宮古島からこう船に乗って釣りして、うん、そこで釣った魚をその宮古島の食事屋さん、食事どころで食べるのも最高でした。あ、それ置いてください、はい、もうぜひぜひ皆さん、はいうん、行ってみてください。そうですね、もう本当に海に囲まれてるので、うん、もう海産物は豊富ですよね、うんうん、最高ですよ、そこで釣って食べて。例えば何が美味しいですか。グルクなんかな、あ、グルクンとか、はいはいはい、ですね、なんか綺麗な魚とか色が鮮やかなのとか、はいはい、中野町の和樹さんがドイツ村とかトライアスロンとかもあるんじゃないの。ドイツ村行きました。行きました。どうでした。うん、ドイツ村は、うん、山内さんいかがでした。なんで俺に聞く。ドイツ村質問返しダメって言ったでしょ。ドイツ村行きました、うん、どうでした。あれですね、なんか、うん、もうちょっと人が来たらいいのにと思いましたけど。はい、わかりますよ、ドイツ村ってね、うん、そう、うん、ちょっと考えてそんな言葉になってしまったんですけど、そうですね、トライ、はい、平たく言っていいと思いますよ、はい、うん、トライアスロンとかもね、あと植物園植物園も魅力的なのでぜひ行ってみてください。植物園、うん、あるんだ、はい、うん、うん、はい、なので、海と海釣り、船釣りしました、うんうん、なのでぜひ皆さんも新鮮な魚を食べながら、うんうん、海を満喫してくださいはい、今日大丈夫ですか、もう、はい、以上以上ですぴゃっこさん、ラジオでため息聞こえたですね、うん、今日のまとめ、うん、はい、宮古島はまずは海が綺麗だ、うん、はい、もう海最高、海最高、前浜、うん、ビーチ、うん、それと砂山ビーチ、はい、そして、うん、ドイツ村はまあ普通ね、え、人がもうちょっと来たらいいなって、来るかねまあそんな感じの宮古でしたね。ただ本当にいいところですよね、はい、のんびりできるし人も温かい、僕は人を行ってほしかったですね。そう、人ね、最強ですね、はい、あちらの人々は結構ね温かいので、皆さん観光で行ったらぜひ触れ合ってみてください。はい、はい、以上ですか。うん、以上です。行ってみてください、皆さん。はい、以上ゆかちのワールドレポート宮古島編をお送りしました。来週もお楽しみください。楽しみに。けど、うん、あんまりですね。あんまり？あんまりじゃない。うん、なんか廃れてしまったかもしれない。ちっちゃいしね。ね、管理されてないですね。うん。でね、ドイツ村っていういわゆるなんていうかな、アトラクションもそんなないし、うんうん、
昔建てたのそのまま敷地が残ってるんですよ。そう、まああんまりですよ、行かない方がいいです。だからドイツ村ってね、言わなければいいのに、言わなければいいのにって、うん、ファントゥーに襲われてしまえ。ファントゥーとか知りません？知ってます。そう言えばいいのにね、うん、かわいい。ミミリ、うん、かわいい。千葉に東京ドイツ村があります。うん、ありますよね。なんか日本に4つか5つかあって、都をイメージした、これはコバルトブルーカラーの衣装なんですか？そうだよ、そうだよ。調子乗り込んでそうだよ、都の色だよ。都はあれだったな、簡単だったな。簡単？だって都って海が綺麗って言っとけば成立するじゃないですか。なんか簡単。他に何もないから、都。うん、くそ、都は簡単だったな。なんか地震喪失中か。じゃあ泣きダンスしてください。はい、いきますよ。はい。お送りしているのは B52S のラムシャック、うん、ラムシャック B52S なのか、まあいいや、はい、はい、してお便りご紹介します、うん、はい、おはようございます。ゆかちさん、山内さん、沖縄市のつかぴーです。はい、つかつかつかぴー、ありがとうございます。今日も、うん、ありがとうございます、はい、テーマはフリー、うん、最近アロマをやったり、はい、自分の自然の音を聞いて癒されています、うん、いいですね。最近ベッドの上で過ごすことが多いので腰が痛くなってしまいました。あらまあ、うん、お気をつけください。はい、うん、ベッドの上で腰が痛く寝すぎたら腰痛くならん。あ、うん、うん、うん、でもアロマとか自然の音聞いたりっていいですね。いいですね、そういう時間をね、ちょっと持たないと。アロマやりたいんだけどな、うん、あ、なかなかアロマいいですよ。いいですか、うんうんうん、買いました。なんかそのプワプワ出てくるやつ、なんていうのあれあの垂らしたやつです。そうですそうです、うんうんうん、アロマオイル垂らして、うん、こう加湿器みたいに出てくるやつです。あは、はい、僕は奥さんに誕生日プレゼントしたんですけど、うんうん、最初だけちょこっとやっても全然やってないですね。でも子供とかいたら大変かもしれない、バタンって倒したり。あ、そうそう、子供もさ結構ハマってから、うん、あの 星が映るアロマ買ったんですよ。素敵素敵でしょ、うんうんうん、ロマンティーク、うん、ロマンチック、うん、最初子供喜んでて、うん、だから子供にあんまり邪魔されんようにそれ買ったんですよ、うんうん、うん、だけどあんまりやっ、あんまりだった違う、あんまりやってない最初だけ、うん、そうそうそう、うん、うん、もったいないですね。もったいないけどね、素敵ですね。はい、もう、うん、それは素敵ですよ続いて、はい、ありがとうございます。赤いニットンローリーさん、おはようございます、うん、ラジオネーム赤いニットンローリーす、うん、いい天気ですね。台風どんななるかな、うん、あ、腹減った、今日も一日頑張りましょう、台風はですね、うん、ちょっと台風情報お伝えしましょうか。台風15号がですね、はい、なんか進路を変えそうなんですよ、これ。あ、沖縄からそれそうですね。それているんだけど、うんうん、こう急接近しそうな感じですね、うん、23日は何曜日だ、23日日曜日に先島、台湾の下の方にいてですね、うんうん、その24とかで先島諸島に行くんではないかと言われています、うん、結構強い台風なので、はい、嫌ですね来たら、うん、はい、まあ、皆さんぜひ警戒してください。はい、はい、キラン、そしてミンミン2号です。あ、あ、2号ありがとうございます山内さん、ゆかちお姉さん、おはようございます、はい、やがて夏休み終わってしまいます。あ、やがて、そうだね、もうちょっと、うんうんうん、
夏休みの宿題終わってないです。みんみんお母さんに怒られますよ。嵐のリクエストお願いします。ハピネスです。わかりました、ありがとうございます。かわいいメール、うん、大変ですね。ねえ、いつもギリギリだった。泣きながらやってました。えかち、うん、あ、そうなんだ。最後の日とか、その最後の最後の最後、ね、最後の何日間でしょう、うん、俺もそのタイプ、もう泣き泣き、うん、終わらない。でもさ、あれ最初で終わらせた方が絶対遊べるよね、うん、気持ちよく気持ちよく、うん、だってだんだんもう、うーんって思いながらやらんといけんと思いながら最後迎えるでしょ、うん、はい、嫌じゃん。で最終日ね爆発するじゃないですか、うん、絵日記も書いてない、うん、自由研究も終わらせてない。普通のこの何なんだっけ、夏休みの友みたいなのあった、うんうん、ドリル、ドリルずっと毎日やるやつ、はい、あれも終わってない、うん、もう何にもできんみたいな、うんね、そんな状態でした僕は。ねえ、大変ですよ、家族総動員とかね汚い総動員まで行かないけどね、家族使ってたんだ。いや、使わされてました私が。ああ、そうなんだ、はい、はい、ということです、うん、頑張ってください、はい、ありがとうございます。それではミンミン2号さん聞いてるかな、リクエストをかけますよ、うん、嵐でハッピーネス、イエーイ。時刻は9時49分を回っています。はい、もうそろそろ終わりの時間ですが、早いです、うん、宿題の話でちょっと盛り上がってましたね、うんうん、コメント紹介します。黄色川の人、はい、うん、絵日記は徹夜で8月末に書きました、うん、架空でどっか行ったことにした、うん、あります。山ちゃんも、山ちゃんも、山ちゃん、はい、ありますよ全然。そして、うん、中野町の和吉、うん、先生と仲良かったからあんまりきつく注意されなかったけど、うん、2学期の成績、宿題やってこなかった分バッチリ引かれてたあのさ、うん、やっぱりこの本当にたくさんあって、宿題、はい、A とかもあって、たくさんあります、ありますね、え、うん、A とかもちゃんと書きました。もちろんですよ、うん、
絵もね、絵の具が塗れずにそれそのまま 下書きだけ提出したりしたこともあったかも。許されました。わかんない分かんない、はい、今日のテーマはずっと続けてきたこと。そうです、ずっと続けてきたことです、はい、なんかゆかちさんありますか。山内さんいかがです。あの違いますか、はいはい、僕はね、はい、やっぱりあれです、ひげ剃り。え、歯磨きのレベルじゃないですか。歯磨きのレベルだってさ、ひげ剃りぐらいなんで。あとね、うん、あのサッカーはずっと好きです。僕秋っぽいんですよ割と、はい、うんうん、あのいろいろと趣味、うん、趣味は変わらないかな。サッカーは本当にね、それでもずっと好きです、ね、ずっと、うん、サッカーファン。サッカーファンで今フットサルもちょこっとやってますし、週1回いい、ね、そうそうそう、うん、で見るのも好きなんですよ、うんうん、だから割と好きですね。お、はい、ずっと続いています。うん、白子さん、ボクシングどうしたって聞いてますけど、はい、ボクシング最近やっぱりね、平日の夜って行きにくい、うん、本当に、うん、カンナジなんか入るんですよ。3日後だからね、はい、週2回あるうちの1回は行きたいなと思って、どっちか、うんうん、はいと思ってます、ね、続けたい。せっかくちょっと続いてるのかなと思ってたのに。そうそうそう、ね、だから続けたいであります。ただね、本当平日の夜っていろいろ入るんだよ、うん、ね、飲み会、飲み会というか、まあ、はい、お付き合いで飲み会もありますし、うんうん、あのなんていうかな、普通に書類整理もしないといけなくて、うんうんうん、夜に昼間もちょっと出かけたりするから、はい、それでね結構時間が取れないんですよ、うん、はい、ミンミンとミンミン2号です。メール来ています。ありがとうございます、うん、ありがとうございます。今日も前橋楽しかったです。ありがとうございました。皆さん水分補給忘れずにとのことです。うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。うん、銀次郎さん、いつも仕事中に聞いてるからまともに全部聞けてないし見れてないということですが、うん、全然いいですよね。ありがたいですね、仕事中ね、本当に仕事中聞いていただいて、うん、ぜひ楽しんでください、うん、ちゃんおかさんも、あ、ごめんなさい、ちゃんおかさん、うん、山内さんもいろいろ大変なのさって。そうなんですよはい、皆さん、はい、ありがとうございます、はい、エンディングの曲は、うん、バネッサパラディで、Be My Baby を聴いていただきながら、はい、さよならしましょうか、はい、はい、この後10時からはコザファブ、うん、11時からは宮島真一の Let's Go to the Movie をお届けします。はい、今日も1日 FM コザでお楽しみください。はい、8月20日、今日のマイオアシスもこれまでです、はい。今日もたくさんのメール、リクエストありがとうございました。ありがとうございました、本当に。うん、ツイキャスコメントももう面白いの結構来てね。楽しかったです。楽しかったですね、うん、本当に。嬉しいです。はい。はい、明日は、お相手は、ゆかしと山内でした。明日は上条美希ちゃんが登場しますよ、はい、お楽しみに。あ、それとメールもねいっぱいもらって、うん、ありがとうございます。まだちょっと時間あるので、はい、まずはミンミンさんとミンミン2号さん、うん、そして赤いニトンローリーさん、はい、そしてかっちゃんさんに、うん、これは銀次郎さん、銀ちゃん、うん、銀次郎さん、早見愛する猛虎会さん、うん、そしてあやさん、うん、ちゃんおかさん、はい、ちゃんおかさん、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひまた、メールで参加してもっともっと楽しんでいただければと思います、うん、ツイキャスの皆さんもありがとうございました。はい、はい、それでは、うん、皆さんバイバーイ、はい、さよなら。